今日はこの髪型をバッサリとちょっと夏っぽい、ショートスタイルに切ってみたいと思います。ショートボブぐらいまで切っちゃってもいいのかな。大丈夫です。ですかね。わかりました。イメチェンですね。はい。イメチェン楽しいよね。ちょっと変えるだけでもさ、すごく新鮮な気持ちになれるよね。その楽しさを YouTube で伝えたい。たまに凄腕の美容師さんのことをカリスマ美容師っていう方いるんですけど、あれ世代バレてますよ。はい、すみません。いつも見てくれてありがとうございます。今日のモデルはひかりさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、今だいたい肩ぐらいの長さなんですけども、今日はこの髪型をバッサリとちょっと夏っぽい、ショートスタイルに切ってみたいと思います。で今の髪の状態なんですけどこんな感じです。4ヶ月前ぐらいにストパーをされてるみたいで、若干根元にこう癖があるんですけど、結構毛先が直線的なストレートで、多分日々ストレートアイロン使ったりするのか、毛先の方が結構傷んじゃってるようなこんな状態です。はい。でこちらの髪型を、やっぱりちょっと夏っぽいスタイルやっていきたいと思いますので、少し、スッとまとまりのいい軽めな夏スタイルバッサリ切りたいと思います。カラーの方はお仕事柄ほんのり、明るくなるぐらいのスタイルに合った柔らかいカラーを一緒にやっていきます。この動画を見ると、普段サロンワークの中で使えるアイディアだったりとか、イメチェンの参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日どうしましょうか。ちょっと髪短くしたいのと、短めに、はい、うんうん、あとちょっとだけ仕事に差し支えない程度に、うんうんうん、ちょっとだけ明るくしたいな。カラーもね、はい、なるほどなるほど。ちなみにストッパーを最後にやったのってこれ4月頃、まだ4ヶ月ぐらい。そうですね。少し事前に写真やりたいイメージ見させてもらったんですけど、うん、結構なんかこう下がすっきりして見えるような、ちょっとこう涼しげなショートだよね。はい、そんな感じですよね。ショートボブぐらいまで切っちゃってもいいのかな。大丈夫です。ですかね。わかりました。イメチェンですね。はい。でじゃああんまりこう四角くならないような、で下がこうすっきりしたようするような、キュッと小顔が似合うような感じの、はい、ちょっと夏っぽいショートいきましょうか。お願いします。はい、了解です。色的にはすごいナチュラルだけど、ちょっと赤みを抑えた柔らかい感じでいきますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それではカラーしていきます。今日使うレシピはこちらです。はい、みんな大好きオルディーヌ。はい、多分一番日本の美容師さんで使ってる方が多いブランドなんじゃないかな。僕も好きです。今日使うレシピなんですけども、レディシフォンブランジュの7と、シックラベージュの6です。はい、で比率が2対1です。でかなりスタンダードな組み合わせなんですけれども、お仕事柄あまり明るすぎない方がということなので、ちょっと上品に見えて柔らかく見えるような色の配合になっています。で毛先の方は、同じこちらのお薬なんですけども、ちょっとレシピ変えてまして、矯正しているので若干矯正しているところってリフトしづらいんですね。なので毛先の方のレシピが、同じくレディシフォンブランジュの7とシックラベージュの8番で、比率は同じ2対1です。はい、で毛先の方だけ若干、リフトする力は少しだけ上げてまして、毛先の方が暗くなるっていうことがないように、色のトーンがちゃんとつながるような感じにしてます。でそこに、こちらすごいよく使うんですけども、
エスプロの LCL、 いろんな髪の補修成分とか、入ってまして、こちらからの総量の 20% を入れてます。でこれ入れるとめっちゃツヤが出るんで、かなりお気に入りです。はい、では塗ります。はい、じゃあ塗ります。こうやって見るとだいたい癖の境目がわかると思うんですけども、4月ぐらいということで、今日撮影しているのが8月なので、だいたい4センチぐらいですね。確かにこの辺からしっかりとアイロンプレスした跡があるので、ここが若干リフトしづらいので、こちらは毛先の方のカラー剤で塗っていきます。シックラベージュじゃなくてシックブルーラベージュでしたね。間違えてました、すいません。似てるんですよ名前が。気持ち毛先の方と塗料を多めにしておきます。でどっちも 6% なので、普通に全然自然につながると思います。だいたい暗めなトーンってやっぱりどうしても赤みが出やすいのでね、少し赤み抑え出るような柔らかい色になればいいなーなんて思ってやってます。よし、じゃあリコ君一緒に塗りましょう。はい、します。はい、イメチェンって楽しいですよね。はい、イメチェン楽しいよね。ちょっと変えるだけでもさ、すごく新鮮な気持ちになれるよね。その楽しさを YouTube で伝えたい。めちゃしようぜ。確かに。はい、じゃあ続けて今度は、根元1センチ開けて中間部塗ります。はい、じゃあ時間差つけて根元塗ります。はい、またちょっと置きます。はい、はい、それじゃあまずカラーカットしていきます。なんかカット久しぶりですね、このチャンネルでやるので。で今日はちょっと夏っぽい、ショートスタイルやるので、毛先の方かなり軽くしたいんですけども、矯正してる髪なのであんまりパツッとしたライン出ないように、アウトラインはレザーで切ります。ちょっと、内から外に自然な毛流れを作りたいので、若干縦スライス取って内側にちょっと引いて、毛先の部分だけレザーで外側に向かって削いでいきます。そうすると内側から外側に毛流れ、引きやすい毛流れができて、レザーなのでカットラインが あまりはっきり出ないので、ちょっと自然なフィットする襟足が切れます。次のセクションは下にガイドが見えるんですけども、上にレイヤーが少しこうひし形に入ってくるので、ここはザクッと長さだけ切っておけば OK です。はい、サイドは後ろで切ったここに合わせて一度サイドを全部持ってきて、とりあえず仮で一度この延長で毛先切っちゃいます。で実際には今少し長めに切ってて、実際にはここにこうグラデーションが入ってきてウェイトがグッと上がるので、最終的な長さは顎下ぐらいまでなるんですけども、だいたいなんかこう目安の長さのつながりをイメージしやすいように、サイドはとりあえず長さだけ切ります。で同じく
サイドも強制毛なのであまりパツッとしたライン残らないようにレザーで手先のアウトライン軽めに切っておきます。反対も同じです。で、2段目のゾーンは下の今切ったレザーで切ったところのガイドを大体目安にしてその長さに対してグラデーションを入れます。アウトラインも後でドライカットで少し軽くするので気持ち長めをイメージしてショップカットで切っておきます。隣のセクションも若干内側にキュッと入れてさっき切ったところをガイドにショップカットで切っておきます。仕上がりの想定より大体1センチちょっとぐらい長めな感じで切ってるイメージです。あんまりこの時にバッチリのちょうどいい長さで切りすぎちゃうと乾いた時だったりとかチョップカット入れるとどんどんウェイトが上がっていってちょっとシャープな感じになりすぎるので気持ち斜めに切っておくと失敗しないです。はい、トップもこの延長で切っておきます。また トップは後でここに表面少しレイヤーが入りますのでそれを想定して仮でとりあえずミドルセクションの延長で長めに切っておきます。サイドは、バックサイドで切ったここに今切ったグラデーションをガイドにここに1回全部集めて切ります。この部分ですね。そうすると少しだけフォルムのラインがグラデーション入ってきます。反対も一緒です。このトップを切りますけどもトップも下のさっき切った、サイドのグラの延長でトップも切ります。バックサイドに集めたところの上で延長で切ります。そしたら今度前髪切ります。前髪はちょっと下ろしてややこう流す感じにしたいのでパートとしてはここに狭めの三角のコーナーを取ってここが前髪にします。こんな感じぐらいです。こんぐらいにします。で、サイドとつながりにここにちょっと頬骨下ぐらいにかかるようなちょっとチークラインを少しなぞるような感じの命毛切ります。狭めの三角を2つに割って下のセクションを前髪は少しオーバーダイレクションをかけて切ります。そしたら表面にレイヤー入れます。で、大体こう落とした毛がどの辺ぐらいにからレイヤー入れたいかなっていうのをイメージして少し前下がりで切ったのでこういう風になってるんですけどこのコーナー切るんです。で、今切ったのをガイドに表面のこの角を投げていきます。で、サイド切るときは下のベースが若干前下がりに切られているので少し前下がりを意識して少し後ろにオーバーダイレクションかけながら切ります。はい、そしたら、今全部後ろにオーバーダイレクションかけて切ったんですけども顔周りは少し前から後ろに行く毛流れをちょっと入れたいって思っているのでここの表面の部分ですね。この表面のこの部分こちらバイアススライスでちょっと前に引き出してここのコーナーこれを切ります。で、イヤーツイヤーから前にこう毛が全部出るところまで全部持ってきてここで切ります。
そうすると表面は若干こう後ろに行きやすい感じの流れが加わってくるので、ちょっとひし形フォルムがしっかりと見えてきますね。で、後でアウトラインは少しレザーでぼかそうと思ってはいるんですけども、ここの下のセクションのここの部分のコーナー、こちらも前に引き出して切っちゃいます。これでだいたいおおよそのフォルムができたと思います。反対も一緒です。はい、これで大まかな大体のフォルムが切れたの で、今回はちょっと軽めなスタイルにしたいの で、毛先の方をレザーで少しぼかしていきます。で、サロンワークの中で慣れてるとミドルセクション作るときにレザーで切っちゃってもいいんですけども、一応ちょっとなんか失敗しないようにというふうな手順でやってるので、一応分けて取ってます。で、今ミドルセクションすでに、若干グラデーション入ってるんですけども、毛先の方をレザーで柔らかくすることでもうちょっと軽い質感を作っていくのと、あと耳から前のこちらのセクションは、今こう前下がりで切られてるんですけど、だいたい耳の威圧やここを中心に少し V 字で削いでいくような感じにするとシューッと内側にまとまっていくので、そんな感じで、イメージして切ります。はい、流したい方と反対からオーバーダイレクションを入れるように少し毛先の方をぼかしていきます。で、事前にやっぱちょっと少し長めにカットしてあるので、ここで最終的な長さを作るというイメージで切ります。で、レザーは縦に入れていくとやっぱりスーッと綺麗な細い毛先が作れますし、厚みを取りたいときは少し面でこう入れてあげると、表面全体を削いであげると厚み自体が薄くなるので、この加減を見ながら細いシュッとした毛先の感じを作っていきます。で、普通にカットしてると髪の毛乾いてきちゃうので、やっぱ乾いたところレザー入ると髪の毛傷みやすいので、そういう場合はしっかりとまたスプレーで濡らしてから入れるようにするのと、やっぱりレザーはやっぱ新品のレザーのサッカー使ってあげた方が髪の毛傷めないので、レザーは毎回変えるようにしましょう。反対も一緒です。表面はもうレイヤー入ってるので、つなぎを良くするためだけに表面だけレザーで質感だけつなげるようにします。はい、乾かし終わりました。だいぶなんかフォルムが丸く自然な柔らかい感じになったと思います。で、これであと毛先の方を少しさらに馴染みを良くするためにチョップカットドライで入れていきます。もうスライスは先ほど取ったスライスとまんま同じでいいので、毛先だけぼかしていきます。はい、で、今回ほぼセニングは入れないんですけども、どうしてもここの耳の後ろのこのたまりの部分ですね、あと実際この生え方の内側に生えるこういうところですね、こういうところだけセニング入れます。で、まずこの生え際の三つ襟のところは立ち上がってる毛の本数を少しだけ取るような感じで切ってあげると襟足に沿いやすくなるので、こういうところをほんの数本だけ取ります。反対も同じように切ります。で、ここがギュッとたまりがあるとだいぶ重い感じになるので、ここをギュッと締めるためにこの耳後ろの部分、ここだけセニング入れます。
はい、じゃ前髪切ります。前髪先ほどウェットで切った時に大体もう長さできてると思うんですけども、これを少し質感柔らかくしていくようにぼかすように、チェックカットでいきます。でまず前髪の先ほど切ったここのパーツのここの分け目のコーナーですね、ここだけレイヤー入れます。ちょっとなんか怖い人は最初にここ1線目入れないように外して、ここの表面だけレイヤー入れるとアウトラインあまりぼかさないので失敗しづらいので、そうやってもいいと思います。その後ラインを少しぼかすようにちょっとだけちょっとこう、で同じく先ほど切ったこのチークラインにかかってくるこの毛ですけども、この毛もやっぱり少し柔らかくするためにちょっとカッと入れます。でだいぶ顔周りがスッキリと引き締まってきたと思います。最後に、表面だけ軽くストロークカットで少しだけ空気感を出す毛束を作ります。こういう時になんか例えばもみあげのところとか細かくデザインしたい場合はスライドカットで少しだけ隙間を作ってあげたりとか微調整しましょう。お疲れ様でした。こんな感じに仕上がりました。いやめっちゃ変わりましたね。バッサリ切らせていただきました。こんな横から見るとこんな感じです。結構縮毛矯正もやってる感じで、ちょっとなんかフォルムが全体的に四角くて直線的になりやすかったんですけども、アウトラインレザーで少し切って肌なじみがいいようにキュッと締まったような、夏っぽいショート、こんな感じのおしゃれにスタイルになったと思います。でカラーの方もちょっと動画だと分かりづらいんですけども、色にちょっと深みがあって彼女のお仕事に合った感じで、やらせていただきました。もしご機会があったら切り方などサロンワークの中でも参考にしてみてください。この動画が面白かったらグッド評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また動画の中でイメチェンにチャレンジしてみたい方随時募集してますので、ぜひ概要欄の方からご応募ください。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。